パリ五輪第9日、サッカー女子、準々決勝日本0の1米国。3日パルクでプランス競技場、トーナメント表、なでしこ、優勝まではどうったサッカー女子日本、なでしこジャパン、は準々決勝で米国と対戦。延長戦までもつれた死闘の末に0対1で敗れた。12年ロンドン五輪以来の4強入りはならなかった。前半は日本22%。 米国78%とボールを保持され、攻め込まれる時間帯が続く。3の6の1夫人の日本は守備時は5バックで固く守り、首相 DF 熊谷先を中心に相手の攻撃を跳ね返した。同35分、左サイドの MF 聖家高子からパスを受けた FW 田中南が中央へ切り込んで右足シュート。ボールキーパーにキャッチされたが、日本のファーストとなった。 一分後には聖家から浮き玉パスが中央に送られ、相手がクリアしたこぼれ球を DF 森谷宮美が右足シュートを放つも枠を大きく外した。このまま互いに無得点で前半を終えた。後半開始から聖家に変えて20歳 MF 浜野舞カを投入。同6分には田中のパスから森谷が絶妙な右グラウンダークロスを送ったが、中央で合わせられなかった。 後半25分田中に代わって FW 植木里子が途中出場。1分後、MF 長谷川結衣の右クロスに植木が飛び込むもわずかに届かなかった。後半35分に MF 富士の青葉に変えて MF 宮沢ひなたを投入。アディショナルタイム、AT、には猛攻を仕掛けたが得点を奪えず。延長戦に突入した。 なでしこが延長戦を戦うのは22年の女子アジア杯決勝、中国戦2-2、TK3 から4以来、延長前半から DF 小賀投稿に変えて DF 高橋花を投入した。6分には GK 山下がスミスとの1対1をビッグセーブ。だが AT に米国、ロッドマンがカットインからシュートをゴール左上に突き刺され先制点を許した。ロッドマンは NBA のレジェンド、 デニス・ロッドマン氏の娘。延長後半はブロックを組んで守る相手を崩せず難敵の前にまたしても涙をのんだ日本は米国と2011年 W 杯決勝二三角に TK301 イコール引き分け扱い12年ロンドン五輪決勝1黒丸に15年カナダ W 杯決勝2黒丸5など大舞台で対戦 通算成績は1勝8分け30敗と苦戦してきた。今大会も金メダル候補の宿敵を相手に大健闘を見せている。